したもんだぜ兄者。確かに兵器があれば攻略に役立ちます。ただ敵も簡単には渡さないと思います。兵器を狙ってきたのか。返り討ちにしてくれる。やっぱ貴様らに兵器は渡さぬぞ。覚悟せよ。区画を取った。よもや兵器を敵に奪われるとは。ここまでか。まさか兵器を奪われてしまうとは。幕城より援軍に参った。劉備軍を打ち破ってくれよう。これ以上の追撃は無益。兵器は諦めるしかない。撤退するぞ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。おお兄者、やりましたな。逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金鎖を攻められます。なぜ劉備軍は兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。攻撃するのに効果的な場所はあの辺りだ。まずはそこまで兵器を移動させないと。劉備軍の兵器を壊せなかったか。このままでは我が軍の兵器が。兵器が破壊されたぞ。どうなってるんだ。you
をしております。殿まで、もうしばらくお待ちを。よかん的中、波形を起こそうったってそうはいくかよ。敵の盾や兵器に波形が効果的だろう。この策は成功させたいと思う。他の要素を目標とする。いざ進軍せよ。お、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。敵将、撃ち取ったり。大したもんだぜ。何じゃ。かの要素を目標とする。いざ進軍せよ。いくら勘が当たってもな、打計を止められないんじゃ意味がねえ。勝敗は陛下の都合。またお相手願おう。敵将、撃ち取ったり。なんというか素晴らしいです、その強靭さ。できればご教授願いたい。申し上げます。家計の準備が整いました。この勝利皆のおかげだな。なんとも勇ましき戦ぶり。では早速火を放とう。これで厄介な相手を封じられる。補給部隊を撃ちましょう。堅牢な陣も
補給がなくては保てませんか。総人様の陣へ物資を届けるんだ、急げ。その強靭さ、できればご教授願いたい。
とまず本陣は安全です。では進みましょうか。八門金座は何人にも破れぬ鉄壁の陣。飛行隊を攻め、全てを跳ね返す。あの陣は無数の兵から成り立っています。一点を攻めればすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩すか、徐々に攻めるか、どちらにしろ方針を決めて動きましょう。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が鉄壁の布陣を破ったか。この目を最後の盾とし、打ち払わん。打ち何のみ。貴様らは総神様の術中だ。立てて進め。影響隊、攻撃を続けよう。曹操軍を撃退できたか。上将、お前のおかげだ。礼を言う。お役に立てたならば何を。しかし曹操はこの程度では諦めないでしょう。多様な貨幣で曹操の。ああ、これも皆のいいではないか。結果お前は死ん。序章、あなたのような方にいかがした。実は巨匠、俺がこれ以上なん。本来なら俺は劉備殿に。俺はそのような顔をするな。劉備殿、ありがとう。それがなんで。そうですね、序章。劉序章、息災でな。恐れ入ります。この慶州に画寮と呼ばれる孔明、いえ画寮諸葛亮。
劉備殿、一つお聞かせください。この乱世にあなたは何を目指すのですか。人々が泣かぬよう悲しみのない天下を。だがそう願いつつ何もなせぬままここまで来た。思いばかりが流行り、進むべき道は未だ見えないのだ。諸葛亮殿、どうかこの私に道を示してほしい。私が示す道は時に悲しみを生むかもしれません。その矛盾と苦悩に目をそらさず向き合えますか。その先に目指す世があるのなら。お覚悟しかと受けたまわりました。では諸葛孔明、神明を落として劉備殿の大志を支えましょう。うん。今天下に曹操に並ぶ勢力はありません。単独で曹操に対して勝てる者はいないでしょう。曹操に次いで勢いがあるのは江東の孫権です。勢力はそれほど大きくありませんが、江東に盤石な地盤を築いています。劉備殿が望まれる天下へと至るには、まずこの二つの勢力に並び立たなければなりません。しかし知っての通り、我らは居候のみ。彼らに並び立つなどとても。よって立つ地を得て志を広められれば、決して絵空事ではありません。曹操が時を得たように、孫権が地を固めたように、その志にて仁徳をもって人を束ねる。それが劉備殿が進むべき道、王道なのです。その上で孫権とは手を結び、共に曹操と当たるのです。王道、それが私の取るべき道。諸葛亮殿のお言葉で悩みは晴れ、雲を破って晴天を見た思いです。改めてお願いする。曹操を打ち果たし、安寧の世を築くため、軍師として私を導いてはいただけぬだろうか。承知しました。この諸葛孔明、知略の限りをもって劉備殿の大志を支えましょう。諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。どうかこの難局を乗り越えてくれ。承知しました。必ずや曹操軍を退けてみせましょう。ちょっと待ってくれ、兄者。軍師に頼りたがるのもわからなくはねえけどよ、俺はまだこいつの実力を知らねえ。指図されるなんざ願い下げだぜ。欲得の言に一理あり申す。
添削ならまだしも、新山で全軍の指揮とはいささか心を置きすぎでは。雲長、よくとく。私は諸葛亮を信じている。こたびは彼の命に従ってくれ。兄者がそう言うんならよ。承知いたした。お二人ともありがとうございます。では策を説明いたしましょう。敵に対し我らは貨幣、この勢力差を覆すため崖を仕掛けて曹操軍を一掃します。くっ、そんなにうまくいくもんかよ。やめよ、よくとく。お二人の働きなくして勝利はありません。どうかよろしくお願いいたします。曹操軍の追撃、この白鵬派で押しとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策に従ってください。